唐辛子TVの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はこちらの千葉県を走る千葉東金道路のどパーキングエリアの下り線でご飯をいただきます。こんな感じで昔ながらのパーキングエリアという感じでメニューも豊富になっております。お蕎麦、ラーメンなどの麺類に丼物、定食物、いろいろありました。スタミナ丼を注文しました。注文してから実際に作ってくれていました。唐辛子TVだけに唐辛子を多めにかけましていただきたいと思います。量がすごい。のどパーキングでスタミナ丼頼んだらすごいのが来ました。こんな感じ、これもご飯見えないもん、ほんとこんな感じだ。ちょっとじゃあこれもやしをいただきたい。もやしがいっぱい入ってるけど、もこれがまたいいんだと思う。いただきたいと思います。もやしシャキシャキでうまい。本当に今作ってたから。で、豚肉、うん、うまっ。もうご飯本当に下の方に入ってる。これはうまい。これにこのなんかスープみたいのもついてる。これもまたね、透き通った感じで美味しそうです。ネギがいっぱいでシャキシャキしてて美味しいです。で、スプーン、もうこんだけあるとね、スプーンでガッツリいきたくなっちゃうような感じだね。うん、うまっ。で、千葉県産の豚肉使用っていうのを結構売りにしてたから、豚肉ですよ。こちらもいただきたいと思います。うん、あ、肉うまっ。うん、これはいい。これバクバクいける。これボリュームあっていいね。グッドポーズ。ということで、この後は食べ続けました。こちらののどパーキングはいろいろなメニューが本当に美味しそうでした。今回も動画を見ていただきましてありがとうございました。